鎧の破片？やっぱりあの化け物だって傷をつけることができるんだわ。俺はあんな奴から逃げるつもりはない。そう不満そうにつぶやきますが、チェシャも戦いたくてうずうずしています。むしゃりむしゃり。あいつ、今度こそやっつけてやる。セレッサは力強く怪物を睨みます。あんたなんかもう怖くないわ。
しかしてものすごく怒ってる？逃げられたら。
腹が破裂するまで召し上がれ。恐ろしいジャバーウォックを打ち倒し、セレッサは大喜び。ですがチェシャはウィと横を向いて知らん顔です。何よその態度。するとチェシャは、もっとうまく動けだの、走るのが遅いだの、あれこれとセレッサに文句を言い始めました。セレッサはせっかくのいい気分が台無しです。私も頑張ったからあいつをやっつけられたのよ。お礼を言ってくれてもいいじゃない。喧嘩はひとまずお預けです。狼を追って2人は勢いよく走り出しました。やけにおとなしいけど、この力に興味ないの？あんたをお家に返してあげられる力じゃないかもしれないけど、きっと何かの役に立つはずよ。Thank you.
丈夫な葉っぱだもの。沈んだりしないわ。きっと。Thank you.
セレッサ。モルガナの幻影が現れました。セレッサが無事で安心した様子です。そしてセレッサの顔を見てこう言いました。少し顔つきが変わりましたか。以前より大人びたような。モルガナ、私たちすごい化け物をやっつけたのよ。セレッサは興奮気味にジャバウォックを退治した時のことを話して聞かせました。それは幸運だっただけです。安全な場所にいると言ったでしょう。でもその話が本当なら少しは成長したようですね。めったに聞けないモルガナからの褒め言葉にセレッサは嬉しくて飛び跳ねたくなる気持ちをぐっとこらえます。今のあなたならより強力な魔術も使えるかもしれません。悪魔の力を今以上に引き出せるか試してみるのもいいでしょう。それはさておき、あなたを助け出す準備がようやく整いましたよ。ただし妖精たちの結界を壊すにはとても大掛かりな魔導術が必要です。今から少しずつ魔法を重ねるので術の完成は夜明けまでかかるでしょう。わかったわ。いかにして悪魔を従わせ己の武器とするかが魔女の品位を決めるのです。この先も夢夢忘れることのないように。モルガナの姿が消えるとチェシャが不満げな声を漏らしました。大丈夫、モルガナはああ言ったけど私はあんたのことただの武器だなんて思ってないわ。でももう少し私の言うことを聞いてほしいものね。セレッサの言葉にチェシャはふんと鼻を鳴らします。そういうところ本当に可愛くない。せっかくモルガナに褒めてもらえたのに、その嬉しさはまたどこかへ消えてしまいました。
しょ。こっちよ。Thank you.
せっ